え、頼んでた人来れなくなったの？そう、昨日急に連絡あって、店長が急遽知り合いに電話しまくって。ああ、それで来たのが。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。紙芝居の時間だよ。はい、何読むの？今日は自分が作ってきました。桃太郎。ああ、知ってる、桃太郎。地激しい。昔々ある村に親父と姉さんが住んでいました。親父は山に芝刈りに、姉さんは川に洗濯へ、それぞれのしのぎに出かけました。親父、姉さん。ある日、血相を変えた姉さんが洗濯から戻り、やばい物を持って帰ってきました。お前こんなもんどこで？出所は聞くんじゃないよ。どうす、持ってこいや。すると親父は物を一刀両断。おぎゃーおぎゃー、中から元気な男の子が。桃から生まれたさかい、踊れは桃太郎じゃ。桃太郎はすくすく育ち、立派な男に成長しました。最近鬼のやつらこっちの島荒らしとるようで、親父と姉さんの顔に泥を塗らせるわけにはいきません。わし勝ち込みかけようと思ってます。よう言うた、桃太郎。おいばあさん、本当ときびだんご用意せ。鬼の島に向かう桃太郎、すると道の脇から犬が出てきました。ワンワンだ、ワンワン。兄貴、どこ行くんすか？犬、鬼の島に勝ち込みじゃ。我やきびだんごで猿と生地に消臭かけんかい。3匹の射程を引き取れ、船に乗りました。俺ら鬼のドジキショーが覚悟せや。特攻をかける桃太郎。なにお前らどこのもんじゃ。わしは桃の組のもんじゃ。そこからは怒号と悲鳴が飛び交う地獄絵図。あっという間に数十の鬼を潰す桃太郎。親分さん、分かってまんな。桃太郎は鬼を追い詰めました。許してくれ、金ならいくらでもある。なんぼや、なんぼ欲しいんや。なんぼ？これ使え。え？わかるやろ。何を？弓みくせない。はい。こうしてお兄さんが謝ったので、桃太郎はお兄さんたちを許してあげました。めでたしめでたし。あ、ちょっと待ってください。ここから終わらない構想編が。